皆さんこんにちは、リコットです。決まりました。はい、今日の動画ですね。皆さん今年もやってまいりました、ディズニーハロウィーン。今年もやってまいりましたね。皆さん大好きディズニーハロウィーンの季節。まあ去年のヴィランズワールド、去年で終わってしまったんですけど、今年から C で新しいパレードが始まるということでね、自分とナナも楽しみにしてるんですけど、イベント自体は9月10日からなんですけど、グッズが今日9月2日発売で買ってきました。なのでその商品をちょっとね、買ってきた商品紹介したいと思います。こちらでーす。こちらがランドで買ったもの、こちらが C で買ったものになります。ちょっと一つ一つ紹介していきます。まずじゃあランドから紹介していきますね。ちなみにランドでは入ってから整理券配られて、まあ20分ぐらい並んで買えたぐらいですね。なのでまあそんなに待たずにスムーズに買えました。しかも午後だったんでね。でちょっと紹介していきます。はい、まず自分の一本命こちらです。このこちらのイヤーハットでーす。こちらのイヤーハットね、ホーンデッドマンションのね、お化けのモチーフにしたイヤーハットになってまして、結構なんかに正直日本のイヤーハットってなんかもう決まってるというか、もう王道のイヤーハットなんですけど、ちょっとこれ変わった柄ですし、海外のイヤーハットっぽいなと思って絶対欲しかった一つですね。ただね、なんか遠方見たところによると、そんなにみんな手に取ってる人少ないかなって感じだったんで、もしこれから行く方チャンスだと思うので、ぜひこちらのホーンデッドマンションのゴーストのイヤーハット買ってみてはいかがでしょうか。そして二つ目、こちらでございます。これはね、ナナちゃんがね被る用の花嫁カチューシャですね。こちら去年も売ってたんですけど、去年はすぐなくなっちゃって、でも今年ちょっと柄が変わってこれが雲になったりとかね、ちょっと変更点はあるんですけど、今年も出たんでもう気合い入れて初日から行ってきました。でこちらの商品がね、一番まあ、品薄かなっていう感じでした。初日ですごい品薄だったんで、もしかしたらこれからないかもしんないんですけど、人気の商品ほど再販はあるので、もしなくても諦めずに再販を狙ってみてはいかがでしょうか。また再販の日とかね、パーク行ってみてはどうでしょうか。そして3つ目、次はこちらでございます。はい、またもやイヤーハット、なんかさっきのホーンデッドマンションより使いやすいかなって感じですね。ただこちらに関してはワゴンにもありますし、多分これからずっとあるイヤーハットなのかなっていう感じですね。包帯のイヤーハットです。いい感じ。イヤーハットかなりね、これはお手頃なので、もしちょっとこれが派手すぎて嫌だっていう人はこちらをおすすめします。ハロウィンの雰囲気も出せるし、私服にも回せやすいし、もううってつけのイヤーハットですね。そして4つ目、こちらはランド C 両方に売ってるんですけど、こちらです。オレンジのイヤーハット、これはナナちゃんのね購入品です。ナナちゃんはね、なんでこれ買ったかっていうと、オレンジでスパンコール一番好きだから、もう私のために出たとか言って買ってましたね。もう何を言ってんだか分かんないんで無視しておきます。ランドの商品は以上4点になります。まだ欲しい商品あったんですけどね、正直 C のグッズの方が欲しかったので、ちょっとそちらこれから紹介したいと思います。それじゃあ C の方の方が大きいんですけど、ちょっと紹介したいと思いますね。あ、まず最初に C ではハロウィンと、もう一つディズニーシー18周年マゼランズをモチーフにしたグッズが同じ日9月2日に発売になっていたので、ちょっとそちらの商品も合わせてね、ご紹介したいと思います。まず一つ目、大本命です。こちら、プラネタリウムの、映す機械ですね。価格は2800円です。これ、ちょっと開けてないんでわかるかなと思うんですけど、これプラネタリウムが映るようになってるんですよ。ちょっと公式の画像をポンと載せておきますね。こんな感じで映るようになってます。一番人気ありました。プラネタリウムは品薄ですのであるか分かりませんって言われたんだけど、もう覚悟を決めて並びました。で並んだ結果買いました、プラネタリウム。この商品ね一番人気だったんで、これから
これもちょっとね、あるかわかんないんだけど、再販もあると思うので、ぜひ、それを機に、買って。で、またね、グッズ屋さんにあったら結構レアなので、ぜひその際は買ってみてください。ではこれ一個一個紹介していくと時間が足りないので18周年まとめて紹介したいと思います。18周年、こちらチョコのカンカンですね。柄可愛くないですか？柄に一目惚れして買っちゃいました。はい、次、まあまあまあ、ポストカードですね。っていうかポストカードなんてあったの知らないけど、俺はあのナナちゃんってなんかその場の雰囲気ですぐ買っちゃうんですよ。この人、今この目の前でニッコニコしてるけど、ニッコニコしてるけど、これもうね、なんかクッカッカチュッって言って、もうカートにいるの、もう本当にもうね、許す俺もそうだから。バンダナです。広げるのは嫌です、畳むのめんどくさいから。ウォッシュタオル、巾着、結構可愛いですよね。てか18周年も成功柄ですよね。そしてマゼランズのノートです。こちら結構ね、品薄でした。で、買うつもりなかったんだけど、あのメニューみたいで可愛いんで、ちょっと今からね、開けて紹介したいと思います。こんな感じになってて、サイズもね、このメニューみたいな感じで、中は、こんな感じですね。メニューみたいでしょ。ノートなんて多分もうこれ記念にしかなんないんだけど、あまりに可愛くて、買っちゃいました。どうですか？かなり人気で品薄だったんで、こちらもあったらぜひ買ってみてください。ディズニーシー最後の商品こちらです。なんと18周年の T シャツ買っちゃいました。じゃじゃーんって感じで、かなりね、柄も可愛かったし、もうその場の勢いで買ったんですけど、普段でも着れるかなと思って買いました。その写真インスタにあげたんで、よかったら下の概要欄に自分とナナのインスタあるんで見て、いいねボタン押してください。あと、インスタフォローもお願いします。で、YouTube から飛んできたよって言ってくれればすぐフォロー返すのでお願いします。これ2着ですね。あと、キッズサイズ。キッズサイズの T シャツも買いました。それであとちょっと番外編になるんですけど、今日からですね、ハロウィンのクッション、ディズニーシーで売ってる、ゲームなんですけど、2回やって、なんと、ナナが最後の最後のボールでグーフィーのクッションを当ててくれました。ありがとうですね。これはグーフィーね。で、自分は何かというと、缶バッジです。悔しくねえからな。で、これ、今日買った商品最後です。ラプンツェルの、ポップコーンバケット。これね、名シーンですよね。っていうところね、名シーンのポップコーンバケットですね。こちらなんとね、光るんですよね。可愛いでしょ。で、女の子はね、大体ラプンツェル好きなんですよ。俺知ってるから。女子高生の LINE のプロフィール画像大体ラプンツェル、俺知ってるからね。ちょっとドキッとした人いるんじゃないですか。そんな人はぜひこちらのポップコーンバケット買ってみてはいかがでしょうか。でね、夜になるとみんなでこうやって点灯式っつってね、海にこうやって投げてました。嘘です。かわいいのがね、このパスカルさんですね。こうやって背負うとここにパスカルが来るようになってます。かわいくないですか。以上が今年のディズニーハロウィン、またディズニーシーの18周年のグッズ紹介でした。まだまだね、売ってるもんたくさんあります。ちょっと今回少なめに買ったんですけど、まあそれは9月5日のワンマンズドリームのグッズに向けてちょっとね、買ったグッズを制限したんですけども、そのワンマンの時の買ったグッズとかも紹介しますし、このハロウィンのグッズまだまだたくさん可愛いのがあるんで、ぜひ皆さんこれからディズニーランド、ディズニーシーに行った時にはグッズ売り場に立ち寄って買ってみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上になります。また次回の動画、インスタグラムでお会いしましょう。バイバーイ。